今日午後、熱田区のショッピングモールで開かれたイベントには、広報アンバサダーのボーイズ&メン田村幸久さんが駆けつけ、シャープ7119についてのトークやクイズを行いました。名古屋市で明日午前8時から始まるシャープ7119は、救急車を呼ぶかどうかを迷った際に相談できる電話窓口です。緊急性の有無や受診のタイミングなどを常駐の看護師から24時間365日体制でアドバイスが受けられ、英語や中国語など21の外国語にも対応します。救急の医療機関ですとか、救急隊の負担軽減にもつながることが期待されています。シャープ7119は消防庁が全国へ普及を進めていて、現在岐阜県など25都府県と一部地域で導入され、愛知県内では初の取り組みです。